ドアが開かないのは、洗い、すすぎ、脱水、乾燥の運転中でドアがロックされているとき、運転中に電源を切りにしたときなどが原因です。洗い、すすぎ、脱水、乾燥の運転中は安全のため、運転が終了するまでドアがロックされています。このとき、表示部にロックマークが点灯します。洗い、すすぎ、脱水運転中は一時停止ボタンを押し、ロックマークが消灯すればドアが開けられます。ドアを開けたときに、ドアに付着した泡や水が流れ落ちることがありますので、タオルなどで受けてください。乾燥運転中は、一時停止ボタンを押せばドアを開けられますが、ドラム内部が高温の時は、冷却運転が終了するまでドアは開きません。冷却運転は、ドラム内部の温度により15分程度かかる場合があります。ロックマークと高温が消灯すれば、開けられます。運転中に電源を切ってしまうと、ドアがロックされたままになり、ドアは開けられません。ドアを開けたいときは、電源入りボタンを押してください。ドアを開けることができます。乾燥運転中に電源を切り、再び電源を入れ直したときは、表示部にロックマークの点灯と高温表示が点滅し、ドアが開けられないことがあります。表示が消灯してからドアを開けてください。